おはようございます。釣り子 TV です。フィッシングショーに向けてね、いろんなメーカーのホームページとか最新情報いっぱい出てきてるんで、いろいろ見てるんですけども、今回はこの60周年を迎えるダイワの、まあ、エグジストはね、いろいろと見ていっておりますが、その下の方にね、いろいろ出ていて、カルディアとね、フリームス、これが新しく2018年モデルで出てくるよということなんで、ここら辺をねちょっと見ていきたいと思います。まずカルディアのページ開いてみましょうね。おー、綺麗なねえ、このトップ画面があって、軽量&タフ、それはスピニングリールの理想像ということで、軽さ耐久性は新基準へということで、長年にわたり小型スピニングリールの中核として君臨していた名機カルディア、小型スピニングリール新基準 LT ライト&タフですね、その軽さは新次元へということで、耐久性はマグシールドに加えタフデジギアを搭載することで、長期間の使用や過酷な環境にも対応、軽くそして強くという小型スピニングリールの理想形を実現ということで、デザインもシンプルでかっこいいですね。LT ライトたるゆえんということで、スピニングリールのみならずフィッシングギア全ての課題、操作性や感度に直結する軽量性、必要十分な強度を保ちながらもボディスプール、ハンドルなど各部の見直しにより、カルディア2500番サイズ以下がアンダー 200g という驚きの軽さを手に入れたということで、まあなんかシンプルですごいかっこいいデザインっていうのが見て取れて、でタフな心臓部、ライト&タフのタフの部分ですね、タフデジギアを搭載していることで、まあ、タフだよということで、これまで上回る高い機能の集合体っていうことですね。カルディアの洗練されたボディにはマグシールドや ATD だけではなく、ダイワの技術を惜しみなく搭載、クラスを超えた軽量性、リーディング感覚と新ドラグシステム、そして細部にわたる、新機能群、ダイワスピニングリールの新時代の幕開けですということで、主なところは、まあ、エアベール、ツイストバスター、マグシールド、エアローター、薄い肉のアルミ製スプールと、LCABS ですね。わあ、各部の細かいところが綺麗に載ってますが、気になるのはその価格ですよね。そこら辺が情報がリリースされたっていうことで、あ、自重すごいですね。アンダー 200g っていうか、もう 170g 台、小さい番手、まあ、トラウトとかで使うような番手は 170g からラインナップされていて、まあ、LT の2500とかバスで使いやすいようなサイズは 190g 台に、収められているということで、も気になる値段どうでしょうか。お、安っ。価格21900円から、まあ、一番高い大きな番手で29500円、これそっか、これだけの機能が載っていて、で釣り具屋さんで買おうとすると多分1万5000円前後とかそれぐらいで並ぶようになるんですかね。相当ねえ、なんだろう、去年あのセオリーとかこのちょっと上のね機種とかが全部、進化して、で2018年は最上級のイグジストもあるんだけども、このエントリーモデルちょい上、まあでもまあエントリーモデルと言ってもいいかもしれないですね。中学生とか、それぐらいでちょっとお年玉とかも入ったら、買っちゃおうかなっていう、こういう価格帯に全部の機能をぶち込んできたというね。これだけの機能が、で、あ、そっか、ドラグの周りもねかなり大きくなって、直感的に操作しやすくなっていた感じですかね、これは。で、だいたいこれまでに培ってきたダイワの機関となる機能は全部搭載してできるよ。じゃあ、これが今カルディアだったんですね。対してフリームスね、フリームスのページ、あー、これもページ綺麗ですね。軽量&タフ、それはスピニングリールの理想像、まあ、だいたい
一緒なのかな、書いてあることは LT たるゆえんもね、でタフな心臓部デジギア、タフデジギアが乗っているよっていうところが、一緒で、逆にねどこが変わったのかってとこですね。エアベル、ツイストバスター2、マグシールド、エアローター、アルミスプール薄いやつね、で LCABS で大体のパーツは一緒なんですけど、多分細かい何かが違うんでしょうね。あでこのそっか糸を、止める部分なんかも全然違くなっているということで、価格の方が15,800円から20,000円。ああそうですね、じゃあカルディアの、まあ1個下のモデルになるよっていうこと でちょっと使ってる部品が違うから自重のところが若干違うのかなというところですね。 185g から 330g まで LT6000 番っていう大きな番手まであって、でさっきが、一番軽いのが 170g 台だから、まあ 15g 分ぐらい重くなったのがこの価格に反映していて、まあ、15,800円からっていうことで、でもこれ店頭に並ぶと多分10,000円前後に、安いところだとなっちゃうんじゃないですかね。それでもう 200g アンダー切ってるんですよね。 200g 切って、ブラックバスで使い出のありそうな2500番サイズだと、まあ 205g って言っても 205g でも相当軽いですけどね。ということで価格が出ましたね。 15,800円から一番大きなモデルは20,000円。結構これは小学生とかでもお父さんお母さんにちょっとこれどうしても欲しいんだけどなっていう感じで、まあテストでいい点数とかを取ったら相談に乗ってもらえるレベルなんじゃないですかね。はー、この結構安い中にかなりの、まあこれまたダイワの機関となる機能をほとんど搭載したよということでございますね。はい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 、これはね、カルディアとフリームス2018年のまあちょっと、買いやすい価格帯のリールの中では、だいぶパワーアップしてきたんじゃないですかね。その他にもですね、60周年記念モデルのスペシャル、モデルとかですね、あとはまあ上の方にはもちろんこのイグジストですね。で、あ、これライト&タフコンセプトの細かい説明なんかもありますけど、これが今年からダイワの一押しのコンセプトということで、軽量&タフっていうことですね。人類がリールという道具を手にして以来、全ての釣り人が抱いてきた夢、それは、ライトかつタフなリールを手に入れることではないか。2018年ダイワが新たに掲げるコンセプトはライトとタフという矛盾する2つの形容詞の間にアンドを成立させた、LT コンセプトで、いろいろなリールが出てくるよということで、まずはイグジスト、カルディア、フリームス、ここら辺からスタートするよと。まあね、このあとね、また年を得るにつれてイージスとかいろんなところにもここら辺のイグジストで、培った最新のデザインとかですね、軽量化なおかつタフっていうコンセプトが、下の番手にも降りてくるんじゃないかなということで、まあ早速ねカルディアとねフリームスにね結構いいところが、デザインも含めてね、あとはまあちょっと素材の違いによって値段の違いはあるけども、自分のお財布事情に合わせて選んでくださいということで、結構いろいろ選べるようになったよってことではないんでしょうか。というわけでね、本日の釣り行 TV はちょっとね、どういうことなのか気になっていた、カルディアとフリームス、これの、スペック表を見比べてみたよと、あと値段がこんな感じだよっていうのを調べてみました。はい、釣り行 TV でした。